全天周囲モニターリニアシート。全天周囲モニターリニアシート。全天周囲モニターリニアシートは、ロボットを操縦する操縦席。コックピットに関する架空の技術。全天周囲モニターとリニアシートは別個のものである。ものの、基本的にこの二つの技術は組み合わせて使用されるため、全天周囲リニアシート、全天周囲リニアシート、全天リニアシートなどといった略称でも呼ばれる。 また通常、脱出機構である、イジェクションポッドも同時に採用されるため、合わせて、本校で衝突する。書出は、テレビアニメ、重戦記エルガイム、1984年。総監督の富野義行の発案に基づき、メカニックデザインの長野守によってデザインされた。作中に登場する戦闘ロボットヘビーメタル、略称 HM、エルガイムの操縦席、 コックピットに関する架空の技術として登場。翌年、1985年のエルガイムの後、番組として放映されたアニメ作品機動戦士、ガンダムにおいては、登場するすべての戦闘ロボットモビルスーツ、略称 MS に採用された。以後、ガンダムシリーズでは、宇宙世紀を舞台にした作品において、MS を操縦する操縦席に関する架空の技術として定番化した。 本作に登場するリニアシートはフロッサーシートと呼ばれ、フロッサーと呼ばれるホバーシステムにより飛行することができる。パイロット、ヘッドライナーはシートごと登場、脱出が可能であり、生存性を高めている。また前半の主役 HM、エルガイムのフロッサーシートは、当初は固有名称が与えられなかったが、作品後半に新型 HM、 エルガイム MKE とそのフロッサーシートが登場したことで区別のためにスパイラルフローをフリッカと命名されたフロッサーバイクへの変形機構を持っているなおフリッカは後に登場する純主役 QHM のヌーベルディザードにも用いられた上述の通り前転周囲モニターはトミノの発案であり当初は長野もその注文に面食らっており前半の主役 HM エルガイムにおいては、操縦者が向いた面だけモニタリングされるシステムになっている。後半の主役 HM であるエルガイム MKE においては、球形のコックピット内に新型スパイラルフロー、ビューイが浮遊し、コックピット前転及びビューイのフロントグラスに外部映像や各種法が投影される機構になっている。アニメでは、機動戦士、ガンダムの頃の MS、 第2世代以降の MS から全天周囲モニターとリニアシートが合わせて導入され、この2つにより戦闘機より複雑な軌道をするモビルスーツのパイトの保護とそれに伴う性能の向上が見られた。その後の MS のほとんどに採用されており、ムーバブルフレームと合わせて第2世代 MS の必須条件の一つであるとされる。地球連邦軍の試作機で初の採用は ガンダム NT-1、量産機では、ハイザックであるとされる。ただしガンダム NT-1 の全天周囲モニターは、水平、垂直360度を網羅していない不完全な、ものであったため、完全な状態での採用は、ガンダム試作3号機である。なお、ガンダム NT-1 が登場する OVA、機動戦士ガンダム0080ポケットの中の戦争、発売。 1989年以前に発行された m ック b クラブスペシャル15機動戦士ガンダム MS 大前週。1988年で一年戦争時のジオン広国軍においてリネアシートと不完全ながらもコクピット内兵器をモニターとする技術が開発されており、その技術をハイザックに投入し、より改良を加えたものが全天周囲モニターへと発展したとされており、 現在の設定と異なるが、同資料の改定版である、機動戦士、ガンダム MS 大全集2006に至るまで、同じ記述が受け継がれてい従来では、カメラアイやセンサーなどからの映像を、前面と側面に据え付けられたモニターに、投影していたが、それを、さらに範囲を広げ、操縦席内壁の水平、垂直360度に張り巡らされたモニターに、影している。 操縦席外角の形状は休憩になり、その中央にリニアシートによる座席が浮かぶ形になる。カメラと休憩のモニターの視差などは CG 構成され、あたかもパイロットが空間に椅子を置いて座っているかのような映像を作り出している。視界を得るために、通常は自身の機体は映し出されないが、損傷の確認やマニピュレータでの作業など、機体を見る必要がある場合は任意にウィンドウを 表示してみることができる。従来のモニターでは、視点が MS の頭部だったが、前転周囲モニターは、コクピットと同じ高さにある。このためコクピットが、頭部にある一部の機種を除き、パイロットは、腹から外界を見ている状態になり、ハッチを開けていても閉じていても、景色自体は同じである。長作中によっては、モニターの視点が、頭部付近の視点の時もあり、 切り替えられる可能性もある。機動戦士、ガンダムにおける、ガンダムの場合、一時的に頭部を MS-06 解削 E のもので代用した際、視点が頭部カメラからのものになっていた。モニターを CG 合成で構成するメリットとして蒸気に加え、カメラのない箇所も補い、機体などのデータによって、より明確に映し出せることである。逆にデメリットは、 ダミーバルーンやガンダム界91のメペ、装甲の金属剥離効果に対してセンサー情報がご処理され、あたかも本物のように映し出されてしまう。ガンダムの場合、コアブロックシステム採用機体でも全点周囲モニターを装備しているが、スペースの制約上コアファイターのキャノピーを含みシート、前後上下左右が非球形360度モニターになっている。 機動戦士 V ガンダムの V ガンダム、V2 ガンダムやトムリアットなどの場合、擬似的な周囲モニター的機能を持ち、情報投影範囲がキャノピー周囲などに限定されている。コアブロックシステム搭載機ではないが同様に、スペースの制約があるガンダムでも非休憩として設定されている。劇場版ガンダムでは、新作画の追加やデジタル編集で、 旧作画にエフェクト処理などを施した結果、休憩モニターに映像が映し出される様子などがテレビ版よりもリアルになった。小説、機動戦士ガンダムハイストリーマーでは、前転モニターは慣れるまでは酔いを誘発しやすいため、実写映像ではなく、簡略化された CG に変換した映像を選べることが描かれている。前転周囲モニターを採用するためには、 通常のシート形状では実現が困難であった。そのために誕生したのがリニアシートである。操縦席後部から座席を支えるアームが伸び、その先に座席、パイロットシートが設置されている。それまでの操縦席のように機体に座席を据え付けるのではなく、座席を浮かせた形にすることで、パイロットにかかる衝撃等を和らげる。これにより人が登場する。 兵器市場におけるモビルスーツの最悪の乗り心地は劇的に改善されたという。また、シートそのものの機能とは別の技術であるが、リニアシートはシートとノーマルスーツに仕込まれたマグネットの磁力でパイロットの体が固定されるようになっている。これにより、第二世代以前のモビルスーツを含む従来の登場があった兵器のコックピットに見られたシートベルトは不要となっている。 機動戦士 V ガンダムの世界で描かれた宇宙世紀150年代ではエアベルトと呼ばれる衝撃感知時にエアバッグとして機能するシートベルトが勢力を問わず搭載された。その構造上、リニアシートはリジェクションポッドを兼ねるコアブロックシステム搭載機、クロスボーンガンダム、ビクトリーガンダム、V2 ガンダムなどでは採用されていないケース多い。 宇宙世紀ガンダムにおいては、宇宙世紀200年代を描いた小説、ガイアギアに至るまで採用され続けている。全天周囲モニターを採用したために休憩となったコックピットブロックは、機体が撃破された場合の脱出ポットとしての役目も果たすようになり、脱出時は機体から飛び出す仕組みになっている。従来は、RX-78 ガンダムやジオングのような一部の、 機体を除き、脱出装置がないか座席のみで飛び出す仕組み、射出座席になっていたが、この方式を採用したことで味方に、ポットとして回収してらうことが可能となり、生存率の向上にもつながっている。反面、武装や推進装置を装備していないので、敵に撃墜されたり回収され、捕虜になる宇宙空間であれば、完成の法則でそのままポットが回されずに飛んでいき、 ポット内でパイロットが酸欠やガシなどで死亡することもあり得る。イジェクションポット自体を一つのユニットとして見る面もあり、旧式の機体でもコックピットを新型のユニットに換装することで機体の操作性を向上させる描写もされている。また、ガンダムなどの第三世代に分類される可変 MS、可変 MA、モビルアーマーは変形する関係上、 コックピットブロックが狭く設計されていることもあり、必ずしもこのシステムが採用されているわけではない。戦術の通り、ガンダムはコアブロックシステムを採用し、最高ガンダム MKE はジオング同様、それ自体が切り離し可能で、飛行能力を持った頭部がコックピットとなっている。前転周囲モニターではないものの、同じ映像技術で製作されている、重戦機、 エルガイムの前番組生戦士団インが挙げられる。団インに登場する戦闘ロボットは、オーラバトラー、略称 AB とバレている。AB は、HM や MS と比べると小型で、a b の胴体の容積ほぼ全体が操縦者のコックピットに割り当てられている。コックピット前面は、キャノピーとなっていて、外界の景色がそのまま透過する。コックピットの左右には、 AB の外部カメラを通した映像を表示する大型の速報警戒モニターが配置されている。全面キャノピーと速報警戒モニターの部分は、作画的に抜きの状態で着色がされておらず、双方に一つながりの一枚の背景が連動して動く。全面キャノピーと速報警戒モニターとで、不連続ながら、作画技術的には、HM や MS の全点周囲モニターと同一である。 設定上は、パイロットの頭の動作に応じてその視界領域のみ、表示が行われることになっているが、アニメ画面では視聴者のわかりやすさと作画の手間を省くことを優先して、常に前転表示されているように描写されている。そのためまるでパイロットを乗せたシートのみが、飛行しているように見える。この MS の前転周モニターという概念について、雑誌、モデルグラフィックスは、 複数号にわたって検証を行った。360度全方向が見えるということは、自分の乗っている機体の手足も見えないということになるが、それは危険だし不便ではないのか、自分の機体の手が自分の機体を触ったらどうなるのか、頭部のカメラが存在する意味がないのはないかといった指摘がなされ、結局、全点周モニターというものはナンセンスであると結論付けられた。ちなみに、 機動戦士、ガンダム UC では自分の機体を任意で映したり消したりする描写あり、主に作敵や射撃時は消して格闘などの接近戦は映すように描写されている。以後、宇宙世紀以外でのガンダムシリーズ作品では全編集モニターはあまり使われていない。エルガイムからわずかに遅れて放映開始されていた気候会ガリアンでも主役メカのガリアンに 全天周囲モニターが採用されている。こちらは背景の画像にハニカム模様が合成されており、よりモニターらしい演出が行われている。また、パイロット以外の人間がコックピットに乗り込んだ時、全天周囲モニターによって下に落ちるような錯覚を覚えて震え上がる演出も行われた。軌道武闘電 G ガンダムではガンダム NT-1 と同様に、 モビルトレースシステムの構造の制約上により、不完全な全天周囲モニターになっている。それとは別に、立体映像を映し出す機構も備えている。機動戦士ガンダム零零にも、全天周囲モニターが導入された MS があるが、リニアシートはない上、球体のようなコックピットではなく、箱のようなコックピットにモニターをそのまま付けたようなもで、ある。さらに、その周囲モニターではパイロットに、 相当な負担がかかるようなので、訓練された強化人間など以外は完全には扱えないらしく、あまり普及してはいない。機動戦士、ガンダムエイジでも、ベインガン側の MS においては、全天周囲モニターのようなコクピットになっているのが確認できる。モデルグラフィックスではナンセンスであると結論付けられたが、周囲を常に把握する必要がある戦闘機においては、格闘戦や、 監視任務で有効とされ、アビオニクスの研究が行われていた。その成果として、イマイナス35には、ノースロップグラマンが開発した、電子式光学画像配信システムが採用されており、機体各所の赤外線センサーの情報を処理して、ヘルメットのバイザーに投影することで、機体全集の赤外線画像を得ることができる。航空機用のフライトシミュレータでは、 操縦席から見える範囲に画面を配置することで、実機と同等の視界を再現するタイプや、ドーム型スクリーンの内部に操縦席を配置するタイプが登場している。回マイナス35ではまた座の練習型がないため、ドーム型スクリーンを備えたフライトシミュレータで訓練を行う。自動車には車両に搭載したカメラの映像を処理し、全集画像として画面に表示する。 アラウンドビューモニターが実用化されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。